いい？うん。はい、りみちゃん、病院行ってきました。はい。はい、もうドキドキでしたね。今ね、お薬飲んでるの。お薬飲んでんの？違うでしょ、ただの飴でしょ。このお薬。あ、ラムネか、お菓子か。はい、まあ、まずね、先生に、まず見てもらって、いやー、大丈夫そうだけどね、全然まっすぐになってるけどねってまず言われて、で一応ねレントゲンも撮ってみようって言ってレントゲンもね撮りましたね。はい、レントゲン大丈夫だった一人で、うん、ちょっと、はい、レントゲンもね撮りましたね。はい、でレントゲンの結果、リミも写真見たよね、まっすぐだったね。で、もう一言ね、あ、まっすぐですね、全然問題ないですねって言って終わりました。何だったんでしょうこの受診はみたいなね。やっぱ日頃から姿勢を良くしてないとそういうのにね引っかかりやすいらしいですね。やっぱさ、専門の先生がさ、学校ってさ見てくれるわけじゃないから、やっぱりちょっとなんか姿勢が悪いイコールちょっと曲がってんのかなみたいな風に取られがちみたいなので、やっぱ日頃からね姿勢はねちゃんとねしとくのがいいのかなって思いました、ゆみちゃん。ゆみちゃんやっぱちょっと姿勢が悪い時が確かに多いので、ママもそうなんだよ。ママのそれがリミに似てんのかもしれない。しーちゃんはもうパパにだけど、リミはちょっとママにの要素も多くて、ママも姿勢が悪い猫背っぽい感じなの。リミちゃんもちょっとどっちかというとそっち系だから、常日頃姿勢は意識した方がいいです。ママママのせいにしないで、でも。それはママのせいにしないで、でも。でもよかったね。もう朝はね、りみちゃん病院行きたくないってちょっとメソメソしてたから、ちょっと動画とかね、撮ってなかったんだけど、はい。よかったですね。ほんと、これで、一安心。と言っても、もうりみちゃんはね、今年はもうね、引っかかりまくってて、あと、歯医者と眼科が残っております。とりあえず一つ病院、クリアっていうか終わったけど、歯はしょうがないよ。歯はしょうがないの？なんで？虫歯になることはしょうがないの？虫歯じゃないもんね。そうなの？ああ、なんかね、そうだそうだ。まあそれもまたね動画にできたらする予定ですけども、ちょっと歯医者も行かなきゃいけないし、眼科も行かなきゃいけないし。目もしょうがない。目はでもさ悪くなっちゃったじゃん、視力が。それは視力の問題だもん。でも一つ良くなったもん。まあね。でも、しほちゃんはね、何にも今回引っかかってないの、しほ。お姉様。お姉様今回ね、眼科も引っかかんなかったの。視力。去年引っかかったんだけど、今年はね、引っかかんなかったんだよ。あなただけ3つも病院行かなきゃいけないの。まあ、頑張りましょう。とりあえずね、今日は本当良かったね。もうこの病院だけが一番心配だったの。もし曲がってたらどうしようと思って。ね。怖かったよね。だから早めに行ったい。そうそうそう。あと、ここの病院は予約をしないで、行けばすぐ見てくれる病院だから、行ったの。他は予約しないといけないからさ、眼科とか。眼科めっちゃ混んでんだよね。まあいいや。はい、じゃあとりあえずね、帰りましょう。はい。はい。よかったね。バイバイ。バイバイ。